ああ先らしい。いや、いや人間だけエントリーしといて、はいはい、試合始まる瞬間に組み合わせが決まった瞬間に、いや試合やるときに、やるときに、で毎試合変えていいみたいな、海外とかで割とあるルールなんですけれども、はいはい、たくさんキャラが使える人が割と有利みたいな感じのですね。鹿島田マッドマウスは、はい、最寄り駅がどちらなんでしたっけ。鹿島田駅か、はいはいはい、もうちょっと離れたところに、なんだっけな、新川崎だったかなんか。あ、新川崎、なるほど。新川崎から鹿島田を越えていく感じだから、南武線が使える人は鹿島田直接行ったら近いような。はいはい、JR 南武線の鹿島田ですね。はい、はい、とか、はい、あっちの方なんで。はい。だからラスト大会とのことなので、はい、そうですね、参加できる方は、そうですね、来ていただけると。はい。ちょっと、山本無理っぽいですね。まあちょっとこの辺の人は遠目ですけど、まあちょっと予定が無理っぽいですね。いやー行けずじまいな気がしちゃいますね。そういうと。それからあと発表があったのが8月の11でしたっけ、はい、XS と、あ、はい、秋葉原のそうですね、 e スポーツスクエア、はい、セルテフさんも大好きなメンバー探してるという、あ、そうですね、はい、大好きな大好きなお酒が飲める、はいはい、そうですね、はい、XS とですね、そうですね、スリーオンですよね、今年もね、はい、今年もいつも例年通りの、はい、エントリーも始まってますね、確か、ね、確か1名の方、どなたかエントリーされてましたね、あ、もうされてる方いるんですか、はいはいはい、一番乗り、大盛勢だったかなと、なるほど、ですね、思ってます、皆さんもね、はい、3人集まりし、あ、別にエントリーしなくても、当日会場、そうですね、確か見学もありだったはずなんで、はい、中で飲み食いができてフリープレイ付きで2000いくらとかそういうやつですよね、はいはい、前夜祭とか、あ、まだ聞いてないですけど、まだはっきりは決まってないですけど、はいはい、まあ、おそらく、あ、でもやらないんだろう、 XS とはあんまり前夜祭聞いたことないけど、まあ思ったんで、なるほど、その前後にどっかのゲーセンで何かするかも、そのですよ、交代持ち込みしますよね、確か秋葉原に、秋葉原でもそんなに台数置けないから2セットなんですよ ね、で、あと今週はとか何台か壁端に置くような感じで、はいはい、そうそう、今週はといえばさっきX ゲーマーズさんがコメントで言ってたんですけれども、はい、日本版のアニバーサリーコレクションの発売日がついに決まりました、決まりましたね、ですね、はい、10月とかです、10月です、2018、また結構先なんですけど、なるほど、なんか結構先ですよ、はい、でも日本語版と海外版が両方入ってるから、これそんな2倍お得じゃない、そうです、最終的な解決案としてで、ネット対戦は世界中でやるので海外版で、あ、なるほど、マッチングにする感じ、あれ値段2倍とかにならないですか、大丈夫、4800円とかでしたよ、意外とリーズナブルですね、はい、あんだけ入って4800円はだから、もともと16ゲームだったりとか32ゲーム入ってることになるんですか ね、一応、なるほど、はい、お得な感じ、16タイトル入って4800円、すごい、それが30入って4800円、すごい、俺らカプコンの回し物かなんかみたいな感じで、すごいですね、こんだけ言っとけばなんか俺らにソフト1本ずつぐらいいきますかね、いや、プレステごと欲しいですね、できればね、僕スイッチ版でいいんで、できればなんですけど、はい、そういうことですか、ですね、で、なんかローカルマッチは日本語版もできるけど、ネットワーク対戦は海外版で行うみたいな感じなので、1タイトル150円とかですよね、今電卓出しましたよね、はい、ちょっと計算しましたけど、はい、いやいや激安じゃないですか、スマホゲー並みの値段じゃないですか、ね、なんかいいカプコンさんで特典付きの予約も始まってるので、なるほど、はい、まあまあセルゼフさんはねちょっと有名な方なんでね、有名な方なんで、ぜひぜひカプコンの方こちらの方に、ああもしなかったらセルテープさんでこちら今テロップ出てます、てますセルテープさん下へこうテロップ出てると思うので、ああこちらまでセロテープ係までお願いしますということでですね、はい、なのでなんか、はい、30年目ラスト2はもう少し短いですけど、はいはい、なんかまだまだいろいろ、そうですね、あ、スト1が30年ですね、ストリートファイターで30年ですよね、それまた2は何年なんですか、89年、91年、どっちかちょっと曖昧ですけどね、あ、ファイナルファイトが81歳だったの、一応 X 勢あれですよね、スト2勢ってことでいいんですよ、まあ旗から見ればそうですよ、はい、厳密に言うと、ね、X 勢はスト2勢の派生かなと思ってます、まあはい、長々と、あ、今ここになんか初代ぐらいの頃から生き残ってる方とかもそうですね、はいはい、まあ、まだまだリトナシキの大会もそのとの大会もいつの間にか83回、ね、100回まで行きたいですね、100回、あと17回、はい、
まあ、とりあえず100回ぐらいまではやってみましょう。まずはそうですね、までは頑張りたいんです、はい、その先どうなるかよく分かんないですけど、そうですね、はい、今後もよろしくお願いいたします。じゃあ、はい、というわけで、もう試合まだ配信されますかね。はい、まだ配信されますということで、今やってるのが、ゆうべがさんとクレジンさんですね。なるほど、はい、出しちゃいましたね。そうですね、配信出てます。はい、これがゆうべがさんです。さあ、1個目、まあ、そんな感じで、はい、じゃあ閉店までお楽しみください、はい、よろしくお願いします。あとごめんなさい、はい、多分、うん、招待数よりプレイヤー数の方が多いはずなんで、皆さんあの